改めまして、こんにちは。矢野ひなきです。大西あぐりです。それでは、ここからはリスナーの皆さんから届いた、ふつおたを紹介していきますよ。はい。えー、ラジオネーム、おやつしゅうしさんからいただきました。ありがとうございます。ますアグポンひなのん、こんにちは。こんにちは。ちは先日行われた、ガサラジの公開録音に参加してきました。お,<ー>おえー、2回目の公演では、なんと、アグポンとひなのんの二人も、お便りという形で登場していましたね。うん。 アグポンはルービックキューブに飽きたというお話があり、あんなに上手だったのに飽きちゃったんだと笑ってしまいました。うんうん、笑ってくれたんだ。<laughs> えー、でも最近は剣玉を頑張ってるとのこと。<laughs> セツナちゃんにエールをもらったので、きっとアグポンの特技欄に剣玉が乗るほど上達するはずですね。<う>えー、ひなのんは夢占いで、うん、まさかのエマちゃん推しが発覚して、これには実況していたアグポンもなんだとと、アグリアングリーなご様子でしたね。<laughs> <laughs> えー、いつもの、いつものラジオ と違うい。えー、聞くだけではなく見ることもできてとても楽しかったので、うん、ゆくゆくはラジオは新ヶ崎でも公開録音があったら嬉しいです、うんえー。そのような機会があったら必ず参加してお二人が仲良くトークしている姿を直接見て楽しみたいです。と、いただきました。ありがとうございます。うん、ね、そうそう、お便りを送ってね。そう。 そうなの。いやもう笑ってしまいましたって聞いてちょっと安心した。<laughs> なんか私みんなのなんか LINE グループになんかメンヘラ彼女みたいになんかあのみんなのお便りが本当に面白くて私の中で。<laughs> うんうん、まあひなきちゃんのも面白かったしまあチュンルンのもめちゃめちゃ可愛いしなっちゃんのお便りなんてやばーみたいなすっごい面白くってなんか自分なんか 普通のこと書いちゃったと思って、すごい反省したの。えー、<laughs> それで、ね、みんなの LINE に、なんか次から面白いお便り送れるように頑張るね、みたいな,なた、謎の LINE を送って、みんなも、お面白かったよ、みたいな、<laughs> フォローしてもらう、みたいな。 なんかそ,れそうやって言ってほしい子じゃんみたいな <laughs> 意味わかんないやつ送ってそれにも反省した。うん、<laughs> <laughs> 何送ってんだ私みたいな。ちょっと落ち込んだんだよな。<laughs> でもこうやって笑ってくださったって聞いてすごい安心した。あなたみんな笑ってくれてるんだって思って。<laughs> うん、うん、だよねけん玉ね上手になりたいって思います。ます練習はしてるの <laughs> 練習は、ま、なんか本当にハマった時は あの毎日やったんだけど、うん、最近は23日に1回ぐらいちょっと飽きてきててるの <laughs> ちょっとねやっぱ <laughs> 見えるところに置かないとなやらないなって思ったあまあね趣味だからねやりたいって思った時にね<う>やるのがいいよねルービックキューブの時は本当にあに、のー、暇だったっていうのと、うん、目の前にやっぱちゃんとあってあ<ー>毎,毎日なんか。 起きたら目の前にあるみたいな状況になってたから、うん、でもね、剣玉閉まっちゃうんだよね。ああ、うん、いいことだけどね。いいことだけど、だからお片付けしなければ続くかなって思って。うん、<laughs> そうなんだ。うん。そして、ひなきちゃんは、えま、うん、ちゃん推し。 えーっとですね、説明するとですね、私はなんかみんなでね、あのー、コラボカフェに行く夢を見て、うん、で、なんかその時に、うん、その弾いた、そのコースターとかがね、全部エマちゃんだったんですよ。うん、なんかわかんないけど。うん。わ、ね、からないね。そうだからね、あのー、ね、せっかくだから夢占いに聞いてみようかなって思ったら、うんうん、こういう結果にね。なるほどね。あのー、うーん。 アカリンは、ちゃんとあの、もうちょっと占いのこと勉強した方がいい。<laughs> だって違うのにね、そんなこと言われちゃうね。ちょっと占い外れてるじゃんってなるじゃん。ね、これからもさ、あの、かなたちゃんに占ってほしいって言ってさ、みんなが送るわけだから、もうちょっと占いのことを真面目にやった方がいいからね。笑いが止まらない <laughs> <面> <laughs> いやででも私知ってるんすまあ私の前だったからっていうのもあるかもしれないけどあのさっき「スクフェス」と「スクスタ」を開いた時に歩ちゃんでしたからそう歩ちゃんになってます今そうですそうなんです皆さんだからちょっとちゃんと占いの技術まあコーナーね結構長くやってるだろうし学んだ方がいいなるほどねじゃあそれをあかりに。 そう、耳に届くかどうかわからないけど <laughs> ラジオ聞いてるかわからないけどいう <laughs> ねうん,んねじゃあ、次のお便りに行きたいと